ジェームズ・カーンはアメリカ合衆国の俳優。息子には俳優のスコット・カーンがいる。ニューヨーク市ブロンクス出身。ドイツからのユダヤ系移民の出身。父親は肉屋を営んでいた。クイーンズ区、サニーサイドで育った。ミシガン州立大学で経済を学びながら、フットボールに熱中、空手の黒帯も保持し、ロデオにも挑戦していたという。 その後ニューヨーク州ヘムステッドのホフストラ大学で演劇に出会い、ネイバーフットプレイハウスで演技を学ぶ。ホフストラ大学のクラスメイトにはフランシス・フォード・コッポラやレーニー・カザンがいた。テレビシリーズのアンタッチャブルなどに出演し、1964年に映画デビュー。1971年、テレビ映画ブライアンズ・ソング友情のタッチダウンで実在のフットボール選手。 ブライアン・ピッコロ役を務め、エミー賞にノミネートされた。1972年のゴッドファーザーに出演、アカデミー助演団優勝にノミネートされた。映画の制作中、ニューヨーク・マフィアのボスのカーマイン・ペルシコとしばしば行動を共にしていた。カーンは当時それほど知られた俳優ではなかったため、当局の捜査官は彼を構成員になりたがっている。 若者の一人だと思ったという逸話がある。実力のある俳優であるものの、ゴッドファーザーの合法な長男ソニー・コルレオーネ役のイメージが強すぎて、以降は苦戦している感があったが、近年は性格俳優として、ラスベガスなどのテレビドラマから恋するための三つのルールや、エルフ・サンタの国からやってきたのようなコメディ、さらに声優など幅広いジャンルに、その活躍を広げている。 2015年、胸に痛みを覚えて病院に搬送される。命に別状はなかった模様。1995年に結婚したリンダ・ストークスとの間に二人の子供がいる。4度の結婚で5人の子供がおり、その中の一人のスコットは俳優となった。2009年、リンダ・ストークスとの離婚を申請した。ありがとうございます。